高良のうぐいす坂を登ったところにある桐谷箱根荘に行ってきました。あ、こんにちは。温泉は白くて匂いがしました。その匂いは硫黄の匂いなんだって。お部屋がいっぱいあってちょっと迷っちゃったけど、おばあちゃん家みたいでゆっくりできたよ。花火と大文字焼きはとっても綺麗だったよ。ご飯はお肉やお魚があっていっぱい食べちゃった。おしまい。